まあ、僕的にはエンジェルスっていうチームを選んだのが良かったのかなと思うんですよね。ロサンゼルスってドジャースとエンジェルスが2つあるんですけども、はいはい、どっちかというとメジャー球団としてはドジャースの方がメジャー球団なんですよ、うん、なんで記者の方が、まあ、30人ぐらいいたらエンジェルスは10人とか、ほんまに本当ですよ。いや、もうだってみんな、ね、注目度が違うの。ロスの車乗ってると大体ドジャースの旗を立てて走ってますから。全然。あ、そう。もう、え、それはどうなの。本人はどうなの。まあでもまあそれは確かにあるんですけど、でも客層的にはドジャースよりエンジェルスの方がいいと思うんですね。ただですね、ドジャースの方が食べたものは片付けるっていう習慣ちゃんと持ってる。何の言い合いじゃん。例えばじゃあどうでしょう、二刀流宣言をした時に真中さんは賛成ですか反対ですか。最初反対でしたね、うん、はい、ちょっとやっぱり厳しい、どっちか絞った方がいいと思いましたよね。なるほど、はい、両方はさすがに無理かなというふうに思いましたよね。でもやっぱり練習見たら反対する理由がないんですよね、うん、どっちもやっぱり捨てがたい、捨てがたいって捨てられないですね。能力高いからね、うん、どっちももう一応一流なんで。なるほど、だから両方やらしたくなりますよね。なるほど、はい、これでもピッチャーとバッター両方やるってね、これ単純に練習量が倍になるってことですよね。倍までいかないんですけどね。あ、倍までは倍まではいかないと思うんですけど、でもそれぐらいの量にはなるよね、やっぱね、うん、時間ってほぼアメリカは決まってるんですね。短いよね。短いから、ね、サボることもできるんですよ、はい、いや本当に別にもうお昼終わっちゃおうと思えばお昼に帰れるんで、はい、だからやっぱり自分を強く持ってないとできないんです。なるほど。大谷君ってキャンプの時最後までロッカーにいたっていうぐらい長く練習してたんで、うん、多分そういうところの努力はあったと思います、ね、さあなぜそれではですね、大谷選手が二刀流をやることができているのかというところなんですが、さまざまな野球関係者が口を揃えて言うのはですね、はい、大谷選手は野球以外に興味がない。そんな大谷翔平野球好きすぎ伝説をまとめてみました。まず一つ目の伝説、金銭欲がない。はい、大谷選手のプロに入ってからの年俸の推移をご覧いただきましょう。大リーグの規定で現在の年俸は6100万円ですが、うん、実は日本時代の去年からおよそ2億円も年俸がダウンするにもかかわらずアメリカに行ったんですね、はい、あと2年待ってからメジャーに行けば年俸20億円はもらえていたんじゃないか、そんな風に言われているそうです。まあ、でもみんなが浜田さんみたいな金欲あるわけじゃなくてお前がせえよこんな全然大谷選手は世界一の選手になりたくて、うん、やっぱり世界トップレベルのメジャーに行ったんで、はい、まず早く勝負したいっていうところに、はい、考えがあったんじゃないかなと思います。結果出せれば山ほどもらえる世界ですからね、はい、で金欲がないというエピソードにもう一つ、はい、日本時代は給料を全部ご両親に渡して、うん、自分はお母さんからのお小遣い制でやりくりしてる。ほんまかいな、それ。そうなんですって。ほんまですか、うん、お小遣いがですね、いくらなんですか。月10万です。月10万。もうそれは何、もうこっちでもう仕上げようとしてるの、そういう伝説にしよう。いやいやいや。本当のことか。で、その10万のお小遣いも使い切ることはなかった。余ったお小遣いは貯金に回していた。マジですか。で2年間で貯まった貯金額がなんと200万円。つまり2年間で彼は40万円しか使わなかった。2年間で40万円、リアル1万円生活。まあちょっと僕じゃ考えられないですけど。ありえないです。何のために野球やったか分かんなくなって、ほんまね、何のために野球やったやっぱ生活もいろいろ楽しむためにやってるわけですよ。兄さん1ヶ月で1万円ですよ。でも侍ジャパンの時ちょっと一緒にやらせてもらったんですけど、はいはいはい、生活してたらまあお金使わないですね。携帯のお金ぐらいですね。食事会場でご飯食べて部屋に帰って、はいはい、次の日また朝食事会場でって、そうか、あとちゃんとこうご飯を食べたものをこう写真撮ってそれを栄養士さんに送って、今こんな感じなんですけど、あと何が必要ですかとかどうですかって、そういうやり取りやってました。ただやっぱりなかなかそんなね、金銭感覚ってみんなちょっと狂ってますから、プロ野球選手は大体ね、うんうん、で僕とかなんて1年目からやっぱり100万円を握りしめて御徒町に、うん、金の時計を買いに行かないといけないと思って、うん、プロ野球選手みんなプロ野球選手は金の時計をしてるもんだと思って、やっぱそう考えると2年で40万ってすごいですよね。ちょっと、さあそして2つ目ですが、
物欲がない。これもさっき言った感じ、はい、大谷選手実は運転免許持ってません。え、理由はですね、免許を取りに行く時間がもったいないからだそうです。野球選手やっぱりちょっといい車乗りたいとか、そこで球場入りしたいとか、そうそうそう、あるじゃないですか。アナハイムって街すごく綺麗で、はい、ちょっと離れたとこはもうお金持ちのいっぱいあるところのエリアなんですよ。なるほど。でも海沿いの道がすごく綺麗で、もうそんなのオープンカーでバーンと走ったらむちゃくちゃモテるんですよね、はい、いい感じ、はい、だそれをねしない大谷選手のは意味がわからないです。あの彼を悪く言う人間を聞いたことがないんですよ。はあ、多分あいつを悪く言うやつはそいつが悪いやつだと思うんですよ。それぐらい本当に、はい、何か彼に弱点はないんですか？そう思いますよね。だっていや確かにね、ないですね。もう本当あのなんか AI じゃないかなっていうふうに思っちゃうんですよね。AI、まあ、だからどっかがね、どっかの国がこう作られたなんかコンピューター制御された人をこう話されたような、そもう本当それぐらい弱点がないんで、それを思ってしまうほど本当完璧です。それは完璧な人間ですね。